キリトさん、ちょうどいいところに。いや、シリカ、どうしたんだ？実はちょっとお願いしたいことがあるんです。神聖術でどうしても試してみたいことがあって。わかった、もちろん付き合うよ。ありがとうございます。では森まで一緒に来てもらえますか？この辺りの森はのどかだよな。まだ魔獣の発見情報もないし。はい、とっても空気が美味しいし、大自然って感じがします。ん、金飛び狐か。この子たち可愛いですよね。そうだ、キリトさん、ちょっとだけ待ってください。ん、豆菓子か。はい、ドニエさんから聞いたんです。金飛び狐はおやつに豆菓子を食べるって。はい、みんなどうぞ。おみんなうまそうに食べるな。シリカ、こっちでもテイマーの才能を発揮してるな。そんなことないですよ。でもやっぱり動物は可愛いです。よしよし、なでなでしても怒らないなんて優しいね。本当に可愛いな。シリカは本当に動物に好かれるよな。あ、ごめんなさい、つい夢中になっちゃいました。先に進まなきゃいけないのに。大丈夫だよ、急いでないしな。ありがとうございます。では行きましょう。広場みたいになってるし、この辺りでいいかな。はい。それじゃあ試してみたいことについて教えてくれるか。実は私、ずっといろんなエレメントを生成して盾を作る練習をしているんです。防壁技か、なるほどな。それで私の作る盾がどれだけの効力かを試すためにも、キリトさんに手伝ってもらいたくて。私が盾を作るので、キリトさんは攻撃を当ててくれませんか？わかった。でもうっかりシリカに攻撃が当たると危険だな。あ、じゃあダメージが最小限で済むように風素を飛ばして盾に当てるよ。風素なら誤って体に当たってもダメージを受けることはないからさ。ありがとうございます。それじゃあお願いします。すごいじゃないかシリカ、全然盾を破れないぞ。そのためにたくさん練習したんです。それでもまだまだです。キリトさん、思い切り来てください。わかった、それじゃあ一気に行くぞ。5つのエレメントだ。ジェネレートエアリアルエレメント、ディスチャージ、さあシリカ、これが防ぎきれるかな。ジェネレートアクビアスエレメント、水の衝撃か、ずいぶん勝負に出たな。金飛びギスネ、シリカの足元にまとわりついている。ダメだよみんな、ここからどいてて、風速が当たったら吹き飛ばされちゃうよ。しょうがない。フォームエレメント、シールドシェイプ。下方向に盾を形成して金飛び狐の前に障壁を形成した。シリカ、危ないぞ、避けてくれ。でも、スカートがめくれて、盾を維持するためには手でスカートを抑えられないし。シリカ、大丈夫か。ごめん、そんなつもりはなかったんだ。まだ風速が飛んでくる、いやー
わかった。その怪我はないか。はい、風素だったのでダメージゼロです。ちょっと精神的なダメージはありましたが。ごめん、まさかあんなことになるなんて思ってなくて。いえ、キリトさんは悪くないんです。私が練習をお願いしましたし、何より金飛狐が来たのは予想外だったので、あの子たちも無事でよかったです。それにしてもシリカの新生術の上達には驚いたよ。こっそりといろんな場所で練習してたんです。どうしても盾を極めたかったので。盾を極める？あの SAO に始まって今までも私ってずっとキリトさんに守られてばかりでした。でも今回は盾を極めて私がキリトさんを守りたかったんです。シリカ、そんなことを考えてくれたのか。はい、この世界では痛みも何もかもゲームとは違ってリアルに感じてしまいます。だからこそ私はキリトさんを全力でサポートする役割、キリトさんの痛みを防ぐ存在になりたいんです。シリカ、だからこれからはキリトさんが危なくなったら私が盾を作ってキリトさんを守ります。ありがとうシリカ、嬉しいよ。なんだか少し見ないうちにシリカはすっかり大人になったな。驚いたよ。そうでしょうか。だったら嬉しいです。ああ、本当にそう思うよ。シリカは昔と変わった。成長したって思ってもらえるなんて嬉しいです。でもずっと変わらないことだってあるんですよ。変わらないこと？はい、キリトさんが私にとって大切な人なのはずっと何があっても変わりません。なんだか面と向かって言われると照れるな。私も恥ずかしくなってきちゃいました。でも本当のことなので、私キリトさんの盾になるためにこれからも頑張ります。今日はもうやることがないし、少し散歩にでも行くとするか。やっぱりアンダーワールドは空気が美味しいな。家族で森林浴に行ったことはあるけど、現実世界でこんな匂いの空気を吸ったことはないかも。ん？あれはシノンだ。ぐっすり寝てるな。寝ている間に獣や魔獣が来たらまずいし、ここで見張り番をすることにしようか。起きないな。よほど疲れてるのか。さすがに何もせず見張りをするのに疲れてきた。獣や魔獣が出るかもしれないのに、こんな無防備な姿を晒して寝ることなんて普通はない。体調が悪いのかもしれない。だとすればそれも心配だ。気持ちよさそうに寝てるとこ悪いけど、起きてもらうか。仮眠なら天幕で取った方がいいだろうし。おい、シノン。完全に寝てるな。シノン、シノン。ダメだ、大きめの声をかけてみても起きないなんて心配だな。
何かいい方法はないか。あくまでもこれはシノンを起こすためだ。決していたずらなんかじゃない。シノンの方って柔らかいな。あーじゃなくて、つついても起きないなんておかしいな。よし、ここは精神攻撃で行くぞ。シノンさん、シノンさん、 GGOA の月額料金未納を確認いたしました。ペナルティとして AMR ティアマトを募集させていただきます。ちょっと待って、口座から確かに引き落とされてたはずよ。お、起きたか。あんた、なんでここに。ああ、たまたま通りかかってさ、シノンが寝てるから心配して見張ってたんだ。もしかして今の声って。ちょっと一体何するのよ。何のことだ。俺は別に何もしてないぜ。変な夢見てうなされてたみたいだな。嘘つきなさい。あれシステムアナウンスじゃなくてあんたの声じゃない。悪い、ついシノンがよく寝てて、見張りの間退屈だったからつい。もうびっくりさせないでよ。 AMR ティアマトはレアキューブ機なんだから。それにここでは時間が経っているように感じるせいで見直したかなって錯覚することがたまにあったし。本当にすみませんでした。つい出来心で。ほんとしょうがないんだから。それにしても私ずいぶん長く寝てたのね。その見張っててくれてありがとう。獣が出たら危ないところだったわ。いや当然だろ、シノンに何かあったら困るし。俺のためにシノンはここまで来てくれたんだ。何があっても俺が守らなきゃいけないだろ。まったく、あんたってほんと自覚がないのが罪よね。え、どういうことだ。なんでもないわよ。でも珍しいよな、シノンがうたた寝なんてさ。実は近頃寝不足でね、今日はちょっと気分転換に散歩に出たんだけど、なんだかすごく眠くなっちゃって。寝不足？寝れないのか？ええ、最近よく嫌な夢を見ちゃうの。そのせいね。嫌な夢？でも大したことじゃないわ、ただの夢だから。あの、シノンさえ良ければどんな夢か話してくれないか。え？力になれないかもしれないけど、悪夢は人に話した方がいいって言うだろう。そうかしら。もちろん嫌ならいいんだけどな。わかった、話すわ。あんたにとってはずいぶん前のことになるだろうけど、あのね、あんたが STL でダイブする前、アスナと私とキリトの3人でダイシーカフェで話をしたでしょ。ああ、確かその時に俺がラースやアンダーワールド、フラクトライトの話をしたんだよな。そう、すごく不思議な話で、魂はどこにあると思うっていうあんたの問いかけが今も忘れられないわ。それでそんな話をした後に私は二人と別れて帰った。でもあの後すぐ、さっきまで元気に笑ってたあんたが刺されたって聞いてすごく驚いて怖かった。そうだよな、俺もその時の記憶は遮断されてるのか、アスナに教えられるまで忘れてたけどさ。ねえキリト、私アスナにも言ってないことがあるの。
アスナにも言っていないこと？なんだ？本当はね、私あの時誰かの視線を感じたの。視線？ええ、根はついた視線、殺気みたいなものかしら。 GGO で狙撃手に狙われた時に感じるものに近かった。でも振り返れば誰もいなくて、だから気のせいだと思ってそのまま帰ったの。でもあんたが刺されたって聞いて、私が感じた視線の相手が犯人だったんだって気づいたのよ。そうだったのか。ごめんね、キリト。私があの時キリトに声をかけていれば、キリトは刺されなかったかもしれない。あれがゲームの中だったら、多分私が気配を感じた先にいる相手を探ってた。気のせいだなんて思わずにちゃんと探っていれば。いや、シノンがそんなことしなくて本当に良かったよ。俺はもう誰かが自分のために命を落としたりするのが嫌なんだ。この世界の人たちもリアルワールドのみんなも無事でいてほしいからさ。だから後悔なんてしないでくれ。現に俺はここにいてこんなにも元気だろ。それもシノンたちが俺の回復のためにログインしてくれたから、もう一度目覚められたんだ。現実の体はどうか知らないけど、 STL の身体機能回復効果は確かだからな。何はともあれ、ラースのバイトに誘ってくれた気候家さんにその点では感謝だ。キリト、それでも私はゲームの中だと狙撃手になれるのに、現実ではただの非力な高校生でしかない。そう思い知ったわ。それは俺も同じだよ。だからあんな簡単にジョニー・ブラックにやられちゃったし。でも俺は刺されてこの世界に来たことを悪いだなんて思ってないんだ。変な話なんだけどさ、俺がこの世界に来ることになったのは運命みたいなものだなって思うんだよ。ここで友情やアリス、いろんな人に会えたし、いろいろなことを考えさせられた。ここでの経験はもう俺にとってはかけがえのない記憶の一部なんだ。運命ね。もしかしたらあんたと私が出会ったのも運命なのかもしれないわね。私が SAO の世界であんたと出会わなければ、きっと私は孤独なままだった。本当の自分を誰にも知ってもらえないまま苦しんでいたと思うわ。デスゲームの中を生き抜くのは恐怖心もあったけど、あんたに出会えたことは私にとって何よりも大切な思い出よ。俺もだよ。シノンに会えてよかった。他の子にも同じようなことを言ってるんじゃないの？だってあんたの運命はいつもたくさんの女の子を巻き込むもの。なんだよ、人聞きが悪いぞ。冗談よ。聞いてくれてありがとう、キリト。私この世界でもあんたと一緒に戦い抜いてみせるわ。あんたの支えになれるように。それは頼もしいな、シノン。